右上にあるたくさんのボタンについて説明します。ラン&ストップボタンは波形の計測を止めたり実行したりするときに使います。自動で計測するときのオートセットボタン、計測した波形を保存するセーブ&リコールボタン、設定を変えるユーティリティボタン、手動で測定する場合にはメジャーとカーソルのボタンを使って測定します。メジャーとカーソルのボタンを使って手動で計測する方法を紹介します。メジャーのボタンを押すと画面の右側にいろいろな測定値が表示されます。黄色い表示はチャンネル1の、青い表示はチャンネル2の測定値を表しています。各項目の横にあるボタンを押して表示する測定値を選択できます。周波数の測定値が表示されていますが、さらに横のボタンを押すと周期、平均値、ピークトゥーピーク値と変わります。ピークトゥーピーク値は上のピーク電圧と下のピーク電圧の差を表しています。さらに押すと実行値、最小値、最大値、立ち上がり時間を測定することができます。このようにさまざまな測定を表示でき、一度に5つの測定値を同時に表示できます。カーソルのボタンを押すと画面の右側の表示が変わります。項目の横のボタンを押すと電圧・時間を選択でき、カーソルで電圧・時間のどちらかを測定するかを決めます。項目が電圧もしくは時間になっているときは、ポジションのダイヤルの下のランプが点灯します。このランプが点灯しているときには、ポジションのダイヤルでカーソルを移動させることができます。左側のポジションのダイヤルを回して、カーソル位置を基準としたいところに合わせ、右側のポジションのダイヤルを回してカーソル2を測定したいところに合わせると、カーソル1の電圧値とカーソル2の電圧値の差デルタが表示され、手動で測定ができます。同様に時間の測定ができます。項目を時間に変更し、ポジションのダイヤルを使ってカーソル1とカーソル2を合わせデルタを読み取れば、時間を手動で測定できます。